平安遷都1100年を記念し、明治28年、西暦1895年に創建されました。平安京を作られた第50代桓武天皇と、平安京最後の第121代孝明天皇を祭りし、日本文化の親神様として全国より崇敬されております。社殿は平安京の正庁朝堂院を模した平安京を偲ぶ建物です。婚礼は人生最大の儀礼で最も神聖な儀式の一つであります。挙式当日、婚礼玄関よりご両家それぞれにご用意いたしましたお控え室にお入りいただきます。神職が挙式次第の説明に参ります。聖紙や指輪交換の確認はこの時にいたします。控え室では新郎様、新婦様ともそれぞれ正面にお座りいただきます。ご両親はそれぞれお二人のお近くにお座りするのが良いでしょう。巫女に先導され、新郎様、新婦様と参列者が回廊をしずしずと式場へ進みます。新婦様を先頭に新婦様側ご親族、続いて新郎様、新郎様側ご親族という形でお進みいただきます。式場へ入りましたら、お並びの順でご着席ください。どうぞまっすぐお越しくださいませ。新婦様、こちらのお席をお進みくださいませ。お母様、ありがとうございました。ただいまよりご両家のご婚儀を執り行います。お気に入りくださいませ。まずはじめに皆様をお祓い申し上げ、身も心も祓い清めます。神職の合図で一同起立し、新郎様、新婦様、参列者のお祓いが行われます。この時は全員頭を下げます。神様にお二人の結婚の良しを申し上げ、末永き幸せを祈ります。この祝詞奏上の時はご起立の上頭を下げます。全員が新郎様、新婦様の末永き幸せを祈りましょう。祝詞奏上に続き、お二人が神前で誓いの言葉を奏上します。巫女から聖紙を受け取り、神前に進み一礼して新郎様が読み上げます。新婦様は自分の名前だけを読みます。聖紙。聖紙はお二人が新しい家庭を築くにあたっての決意表明ですから、落ち着いて大きな声で読み上げましょう。今よりのちは互いに愛わし、愛むつび楽しきを分かち、苦しきを共に長く久しく、夫婦の道に背くことなく、家政を治め家門の繁栄を図ることをここにお誓いいたします。ご着席くださいませ。
おみきを組み交わし、永遠の夫婦の契りを結ぶ儀式です。巫女の案内により、一杯目は新郎様から新婦様へ、二杯目は新婦様から新郎様へ、三杯目は新郎様から新婦様へ、それぞれ三回でお飲みください。杯は両手を添える感じで持たれるのが良いでしょう。新しい家庭の繁栄を祈り、静かで心穏やかに過ごせる平和な家庭でありますことを祈る舞です。巫女がお二人に玉串、榊の枝をお渡しいたします。お二人一緒に神前に進み、永遠の愛と末永き幸せを願い、一礼の上、記念を込めて、二礼二拍手一礼の作法で拝礼します。ご一礼の上、玉串の根元をご神前に向けてお供えくださいませ。一礼のご作法をもちましてお入りくださいませ。新郎新婦様の末永きご多幸をご祈願の上、ご代表の方に合わされまして、ご一緒にご拝礼くださいませ。新郎様、新婦様の玉串拝礼に続いて、ご両家の代表が玉串をお供えして拝礼します。新郎様、新婦様お二人の幸せを祈り、参列者一同起立し、代表に合わせて拝礼します。
全員でお神酒の杯を交わして親族の契りを結びます。巫女が参列者全員の杯にお神酒を注ぎます。神職の発声のもと全員起立して一礼の後乾杯します。以上をもちまして、御懇儀並びに親族拝の儀、滞りなく相収めました。慎みまして、新郎新婦様の末永きご多幸と合わせまして、ご両家の家、ますますのご繁栄を心よりお祈り申し上げます。本日は誠におめでとうございます。挙式に引き続き、新郎様、新婦様は写真場へお進みいただき、ご家族、ご親族の皆様は控え室にてご両家の親族紹介を執り行います。厳粛な挙式の後、平安神宮東神苑総流池の上に立つ平安神宮会館にてのご披露宴は、挙式の厳粛な雰囲気の中にもほっとくつろげる、心温まる、思い出深い祝宴になることでしょう。